あ、もう今回は普通に ICR。誰使おうかな。セラフなんだよな。そういえばナイフってないのかな。今んとこないね。俺門町ナイフって門町じゃない出町ナイフ大好きなんだけど、ね、狭いさ出口のところの間隣に待機してサクってやるのめっちゃ楽しいんだけど、ね、それをね要は門町と呼ぶ。奴を仕留めた。逃げるふりしてそれやるのクソ強いから。こちらが優位に立っている。まだリスは変わってないな。キルコンかこれ。あ、これキルコンか。敵の歩兵を仕留めた。タコよこせ。めっちゃ後ろつけられてた。あ、くっそ。タックデプロイ生きてる。こちらがリードを奪った。死んじゃう。ああ死んじゃう。死んだ。はい、いつまでそこでうろちょろしてる。こっちは敵が効いてる。いや俺も来すぎだから一人じゃ無理でしょあれ。俺は何度でも蘇るぞ俺は。バッテリーを仕留めた。まだリスこっちでしょ。おーすげー。なんか今回すごいキルできるの。どうした俺。なんだ自身にバフでも発動したか。ちょっと今エイムアシストのバフが仕留めた。それは出るくない。UAV を上空に配置した。反転。反転っていうか変わったね。 UAV が破壊された。で痛い。俺のタグいいからね。俺はもうタグに目がないんだ。いやまあいいけど別に。キルコンもキルしがちだけどタグをゲットしなきゃ始まんないから。それ敵と味方を見間違った。ファイヤーブレイクキル。いいな。いいだー。バッテリー排除。おっしゃまだいるまだいる。これは死んだ。あれこれ上にいるっしょこれ。ファイアブレイクを始末した。階段が長すぎるんじゃ。ワイヤーめっちゃ食らってる。やっぱ強いよワイヤー。だってワイヤーどんな手を使っても乗り越えれないよ。高さによってはさグラップル使っても乗り越えれないし嫌になっちゃうわ。本当に UAV 敵の歩兵を仕留めた。カモン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 。鉄線クリした。クラッシュを仕留めた。マジかよ。鉄線にかかっても死んだことはねえぞ鉄線で。マジでめっちゃ死んでる。なんで乗り越えれないって言ってんのに。トルクの権限によりヘルストームってこういう感じか。そうそうそういう感じ。面白い。ロックオンして打ち出すね。それは何だろう、 BO2 とかに比べたら強化されたと考えるべきか、弱くなったと考えるべきか。いい頃合いだ。お、ヘリ来たぞ。お、ヘリタッコム、ナイスショット。何、バッテリーを仕込んだ。アナイアレーターが火を吹く。え、もう壊れたのヘリ。マジで俺の初ヘリよ。あーくそ。まあ、ヘリもね、2人ぐらいから集中砲火受ければね、結構柔らかいよ。一瞬で壊れた。だいぶこの武器に慣れてきた。お待て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 。片付けた。嫌なとこに起き上がってこれ超強い。なんか浮いてるんだけど、あれ段ボール浮いてるんだけど、段ボールランチャー構えてる。バッテリーを仕留めた。ヘルストーン、イエイ。よっ、溶けるよ敵。やばいねこれ、こんなん強すぎですね。さっきから敵の裏が取れまくる取れなかった。敵の UAV が旋回している。俺も UAV タコム、 UAV に向かっている。勝利を掴み取れ。 UAV は上空から監視活動を開始する。またそんなとこに起き上がって、い痛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 いおっきりした本当に盾とさ、ワイヤーえぐい。そのうちこの盾もあれだよ、こんななんかさ、絶対弱体化すると思うよ。いてー、ほんと来てほしくないとこに置くだけで本当に来なくなるからねダメージ食らうもんだってあれではいつの間にか30にも倒してたか。ひどいエイムだ。フラッシュを仕留めた。仕留めた。イエイ。32キル7です。あれ19回しかタグ回収してねえ。なにこれはタグを回収するモードだぞ。いやー、キルするたび遠くなんだろ